ゲームファンのみんなごきげんよう。ロックオブエイジズ公式プレイ動画パート1チュートリアル編へようこそ。本作は Xbox と PS3 用の戦略レースゲームだ。ロックオブエイジズというのは旧約聖書の遺財書に出てくる言葉で、主なる神は常しえの岩なりという教えであるが、このゲームは聖書ともイザヤとも一切関係がなく、わざわざおっさんの顔を掘りつけた岩を転がして家や人間をゴミのようになぎ倒した挙句相手の城門にぶつければ勝ちという蛮族運動会だ。それでは最初のステージを始めよう。このプリケツガチムチ兄貴は我らが主人公シーシュポス。ギリシャ神話の登場人物で、神々の血話喧嘩に首を突っ込んだ挙句死後の世界で永久の刑罰を受けている。彼はこの岩を山頂まで押し上げなくてはいかんのだが、いつもあと少しというところで転がり落ちてしまうので永久に終わらない。ブスリ、元の神話に比べて転がる理由が多少アレンジされているようだ。こちらはクロノス。ギリシャ神話によれば世界は最初混沌としていて、彼ら巨人の神々が支配していたという。後に息子であるゼウスに権力の座を追われ、神話の主役はオリンピアの神々に移る。ちなみにクロノスは農耕の神だそうだ。執拗にケツを狙われるシーシュポス。絵面といい喘ぎ声といい R15 不可避。本作は裸体、殺傷、虐待表現により対象年齢12歳以上だが、フロイト的に解釈すると抑圧された性衝動の発露らしきものがちらほら見える。さてここからが本題だ。シーシュポスはこの岩を転がして冥府の門をぶち破り、無理やり地上に帰るという脳内筋肉率 120% の陰謀を企てる。では行くぞ。ここはチュートリアルステージだ。そばで手を動かしている人物がシーシュポス。プレイヤーが動かすのはこっちの大岩だ。コントローラーの左スティックを前に倒せば前に、左に倒せば左に転がる。どういう原理か知らないがジャンプもできる。フレドリック・ブラウンの SF 小説に出てくる宇宙人みたいに内部で重心移動しているのかもしれん。コースはちゃんと道順が決まっていて、そこから外れるとコースアウト扱いになる。見える見えざる神の手が拾い上げてコースに戻してくれるが、多少のタイムロスになる。コース上には壊せるものと壊せない地形がある。例えばこの岩はいくら体当たりしても崩れない。さてゴールが見えてきた。あの門に全速力で体当たりしてぶち破るドライブシュー。一切手を使わず弾を敵陣に放り込むあたり、もしかしたらこの世界におけるサッカーの起源かもしれない。今体当たりした門がここ。ダメージを与えたが一発では破れない。そこでまた新しい弾を切り出して何度もぶつけるのだ。この弾ボールダーは完全に使い捨てであり、門にぶつかった時点でどこかへ消滅する。そしてここがさっきのスタート地点。出撃準備完了。画面左下に200ドルと書いてあるのが手持ちの資金だ。このゲームは人を引き殺したり家を壊したりすればするほど偉いという世界なので、破壊のたびに金がもらえる。一度壊したものは再生しないので、1周目と2周目では違うコースを走り、できるだけ多くの住宅粉砕手当をもらおう。なおどつくたびに自分のヒットポイントも少し減るので注意。またゴールが見えてきた。できるだけスピードを乗せた方が門へのダメージがでかい。さてここからがこのゲームの最大の特徴だ。敵がタワーディフェンスよろしく防御施設を作り始める。ここに生えてきているのはストーンタワー。矢を放ったりはせず、ただ進路を塞ぐだけの代物だが結構頑丈だ。住民を引き殺すと10ドルもらえる。岩に傷がついちまっただろうとか何とか言って治療費を請求するんだろうか。さてタワーにぶつかってみよう。このようにある程度スピードが乗っていれば一瞬で破壊できる。ただしその際にこちらのヒットポイントも減る。ヒットポイントが減るとだんだんひびが入って岩のサイズも減る。ちっちゃくなっちゃった。こうすると門へのダメージが少なくなるし、ヒットポイントがゼロになると完全に砕け散る。そうなったら切り出すところからやり直しだ。ではそろそろゴールしよう。どつけよさらば開かれん。アーメン。この大穴が外界につながっている。今後のステージもそうだが、城門を破った時点でなく城内に入ったところで勝利となる。侵入するまでが城攻めです。という具合でチュートリアルステージは終了。次は実際の面を攻略しよう。パート2戦術編に続く。